ホアンディアネラスルサリョーは、スペインバレアレス諸島県、プレラス出身の自転車競技選手。地中海に浮かぶバレアレス諸島マジオルカ島の、プレラス出身。1991年から1995年までは、音声チームに在籍し、ロードレースとの兼用選手であったが、音声を離れて、以降は、トラックレースを主体に競技を行っている。一方、1998年だけ、 ランス・アームストロングがエースを務める US ポスタルサービスに在籍していたこともあった。ウッきの通り、ポイントレースでは長年にわたってオリンピック世界自転車選手権においてトップクラスの成績を収めている。オリンピックでは過去2回金メダルを支柱にしているが2000年シドニーオリンピックでは他選手を一周周回遅れにして優勝。また北京オリンピックでは 中盤に連続してラップをダッシュして制した。また長年にわたってイサーク・ガルベスとマディソンや6日間レースにおいてコンビを組んでいたことも特筆される。世界選手権のマディソンは通算 3, 3度制覇しているがうち2回はガルベスとコンビを組んで優勝したもの。さらに2000年のグルノーブル6日間レースでもガルベスと組んで優勝を果たしたほかガルベスが 記号の死を遂げることになる2006年に行われた元と6日間レースの時にもコンビを組んでいた。北京オリンピックのマディソンではアントニオ・タウレルをコンビを組んで銀メダルを獲得した。なお、北京オリンピックの銀メダルを花道に現役を引退することになった。ありがとうございます。